ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞論説委員鹿間浩一さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。今日はですね、僕は古くからちょっと存じ上げてるんだけども、先日12日にですね、ウズベキスタンでお亡くなりになったんですけども、加藤久三さんという、国立民族学博物館の名誉教授なんですけどもね、ちょっとこの方の話をさせていただきたいなと思うんですけども、加藤さん、94歳で非常にご高齢でお亡くなりになったんですけども、今回もそのウズベキスタンにある仏教遺跡の調査に行っておられた、もう生涯現役でですね、発掘現場で倒れたということなんですけどもね、もともとは民族学考古学、というようなことを始められたっていうのはですね、戦争に行かれましてね、満州に行って、で敗戦で、ソ連軍が満州に入ってきたということで、シベリアに連れて行かれた、いわゆるシベリア抑留、非常にご苦労された方なんですね。で部隊の、かなり上官の方で、一緒に連れて行かれた部下たちをですね、とにかく、励ますというのか、一緒にみんなでね元気で日本に帰ろうと、それが唯一の生きる目的なんだということを言われてですね、で、帰国された、でその後、平凡社という出版社にお勤めになってたんですけれども、やっぱりそのシベリア抑留の体験も含めてですね、そのシベリアという場所、その土地に対する関心というのが非常に強くてですね、そこをなんとか、いろいろ、日本に紹介もしたいしということで研究生活に入られた。だからどちらかというと学生時代から勉強されて、大学で、教職についてというような、いわゆる学者の、ステップを踏んできた方じゃなくて、在野の学者と言ってもいいと思うんですけどね。で昭和50年ですから、もう加藤さんも50歳を超えられて53歳の時ですかね、国立民族学博物館に教授として迎えられた。で一つはね、僕はやっぱりそのシベリア抑留という体験をね生かされたというのか、非常に辛い思いをされたと思うんですね。で、その非常に寒いところですし、食べるものも満足なものが与えられるわけじゃない、それから非常に厳しい労働で、その中で、その何十万という抑留者がいるんだけども、日本人同士ですね、非常に醜い場面もあったと聞いてます。その裏切りというのか、なんていうのか、力を合わせてというよりは自分がだけでも生きて帰るために、あるいはいい思いをしたいがためにですね、同じ民族同胞をですね裏切るような人たちもいたと聞いてますけども、そういう体験の中からですね、加藤さんはやっぱりそれでも、いつ明るい未来を見て、生きていきたいというようなことを思われ、またその一緒のにそういう抑留生活を送った方たちを励まされたということなんですよね。で帰ってこられて、その教授になられて、本を出版されるんですけども、これが大木次郎賞という賞を受賞された時に大阪で受賞記念のパーティーを開いた、でこれは柴良太郎さんが書いてるんですけども、パーティーの席にですね、いわゆるその学者仲間というのか、そういう人たちの一群というのか、そういうグループ、塊がいる。
それとは別にですね、全くその、町のそこらにいるような、市政のおじさんたちのグループがいる。この人たちは一体何だろうかと言ったら、一緒にシベリア抑留された方で、そのスピーチに立たれてですね、加藤さんに対する非常にその感謝の言葉を言われたと、加藤さんというのはやっぱりそういう人徳のある人なんだなというのが司馬さんの印象なんだけども、もう一つはね、そのシベリア抑留時代にロシア語の勉強されたんですね、でそれが、後々研究生活、民族学っていうのはフィールドワークですから、現地に入られて、調査をされる。その時にそのロシア語ができる。しかもそのロシア語っていうのはですね、地方の方言混じり、どういう方言があるのか僕はロシア語の方言ってわからないんですけども、田舎言葉でですね、そういう場所に入って話をしても相手が警戒しないような、本当にその身近に接しられる、しかもその加藤さんの人柄がですね、やっぱりその研究生活に大きな役に立ったんだろうなということを司馬さんが書いておられる。もう一つはね、僕はね、国立民族学博物館っていうのは梅沢忠夫さんという方が創設されたんですけども、これね、僕は梅沢さんっていうのは偉いなと思うのは、普通学問の世界でいうとやっぱりその権威っていうのがありますから、その中から選んでその弟子筋であるとかなんとかっていうその学罰的なものも含めてですね、なんていうかな、こうヒエラルキーができてしまうもんなんだけども、梅沢さんはそういうことは全く抜きにしてですね、この人ということを目につけた人たちを引っ張ってきてですね、新しい博物館、しかも研究博物館ですから、そこから何かを生み出そうという、そういう組織を作られた、その中に加藤さんがおられた、僕は敬願だと思うんですね、非常にやっぱりその人を選ぶ目を持ったリーダーとして優れた方だなと今でも思うんですけども、だから梅沢さんがおられた頃、加藤さんがおられた頃の民泊っていうのはですね、今がどうっていうんじゃないですか、非常にやっぱりその、中国でいうと三国志の、何かこう、梁山泊みたいなんですね、そうそうたる一騎当選の強者が集まってるようなそういう雰囲気がありましたよね。だから僕はその時に、加藤さんにお会いできたっていうのは非常に今でも印象に残ってますし、いろいろ教えていただいたということでですね、簡単な紹介ですけども、ご冥福をお祈りしたいなと思って、ちょっとエピソードを紹介しますとね、お酒がものすごい好きなんですよ。そうですか、で民泊へ行ってですね、夜、研究室のあるフロアをうろうろしてるとですね、加藤さんちょっとフラッと顔出してですね、もう多分もう飲んでるんじゃないかなと思って、ちょっと入って飲もうやっていうようなことで、その若い研修者の方とかこう呼び集めてですね、そこで宴会みたいになるんだけども、その時は、みんなして民泊サロンサロンって言ってたんだけども、そういう加藤サロンでですね、飲みながら、聞いた話で、やっぱり加藤さんの人柄っていうのはですね、やっぱりそういうところに出てきて、それがやっぱり、なんていうんですか、後輩を育てる、僕は育てられたとは言いませんけども、やっぱり財産として未だに残ってるんじゃないかなと思って、そういう人がやっぱり少なくなってきましたよね、今あんまりいないんだよな、だから、そういうなんていうかな、コミュニケーションのできる世界がかつてあったということだけでもね、やっぱり覚えておきたいですよね。